さんこんにちは、こんばんは、ぴっちゃんです。今日は、前からずっと私がお話ししたかったことをお話ししていきたいと思います。難病のお子さんを持つお母様方とか、難病の方がいらっしゃるご家族の方に、少し私から、お話ししたいなと思っていました。前からずっとで、とてもその個人によってもいろいろ考え方も違いますし、その難病になってからの、年数であるとか、どれぐらいその社会生活に支障をきたしているかとか、あと、やっぱり自分自身の置かれている環境とか立場とか、そういうのによってもかなり気持ちは変わってくるとは思うので、一概にその私の言っていることが皆さんに当てはまるかどうかはちょっとわからないことはありますけれども、一応その、私自身社会生活に大いに支障をきたしている難病患者として、で身体障害者1級のも、体で、長年この病気と付き合ってきて、学生の頃から付き合ってきましたし、私自身思っていることを今日はお話ししたいなと思います。前にね、ツイッターをやっていた時に、ご家族の方がどんな風にこう声をかけたらいいのかわからないというようなご質問をちょこちょこいただいたので、私のこう体験談とかを全てお話しするとすごい長くなっちゃうので、今日は手短にお話ししていきたいと思います。まず、私自身がどういうその気持ちの経緯があったかっていうと、初めはやっぱりその自分ができてたことができなくなるっていうこととか、病気が今後どうなっていく展開が見えないとか、そういう不安と戦っていた時は、家族にその、不安を明かすこと自体も、口に出すことも結構不安を煽っちゃうので、あんまり言えませんでした。でも家族が、他の他人と違ってありがたいなと感じたことは、できることが減ったからといってその離れていかないっていうのがやっぱりその家族のありがたみかなっていうふうにすごい強く感じました。なのでどんなふうに助言してほしいかっていうと、やっぱりずっとこう変わらずそばにいるとか、何をしてほしいとか望むわけじゃなくて、今までと変わらないよっていうことを言ってもらうだけでもすごい支えになると思います。で、病気をどんどん受け入れて、いけるようになると、自分自身が、できなくなってしまったことよりも、これとともに少し、できるっていうことに、目が向くようになるかと思うので、そういう時に、サポートしていただけたら嬉しいかなと思います。私自身は、母がそんな風に接してくれてすごいありがたい存在だと思ってるので、家族に何を望むかっていうとやっぱりそういうことかなと思います。能力であるとか、遊びに行けるから一緒にいるとか、何々ができるからいるとかじゃなくって、その家族であるという理由だけでそばにいてくれるっていうことと、とはやっぱりその
挑戦してみようと思うことを、まあ、可能な限り、まあ、サポートをしてくれるっていう、言ってくれるだけで、まあ、十分かなと思います。で、時々、その、まあ、ご質問の中に、お母さんの方で、まあ、その、丈夫に産んであげれなかったとか、丈夫に育ててあげれなかったっていうことに、すごいこう、まあ、罪悪感だったり、申し訳ないっていう気持ちがあるっていうのを、おっしゃってる方もいらっしゃったんですけれども、そんなことはもう全然ないと思います。そんなことを思ったことは一度もないです。うん、なんか、むしろやっぱり、その、病気でごめんねっていう方が、病人側としてはあると思うので、なんかそんな、お母さんがね、そんな風に思わなくていいと思います。お母さんのせいではないし、本当に一緒にいてくれるだけでお母さんの存在ってすごい大きくって、辛い時に誰よりそばにいてくれるっていうのがお母さんの存在だと思うので、本当それだけでも十分、支えになってるっていうか、すごい大きな存在だと。私ぐらいに、もう十分病気と付き合うと、まあ、逆にもう、これが私なので、まあ、そんなもんっていうのになっちゃって、病気やからとかいう言葉はあんまり、その自分の中で普段はあんまり出てこないですけど、まあ、何か挑戦しようと思った時とか、なんか友達と一緒に何かしようと思った時に、病気やからできないっていうことは結構感じたりはしますけど、でも普段の生活上はもうこれが私、私の普通がこれになってるので、そんなに気にしなくなりました。まあ、だんだんそうやって年数と、人にはこう慣れっていうのが、うまい具合に備わってるので、だんだん慣れていくと思います。なので、病気になりたてのご家族とか、お子さんを持った方に、一番、まあ、私自身の、まあ、体験談としては、やっぱりその、離れないでほしいっていう、まあ、そばにいてほしいっていうことと、一緒にこう、受け入れてくれるっていうのが一番大きな支えになると思います。病気を否定したりとか、そういうのではなくって、まあ、病気を含めたこの個人っていうのを、支えてもらえたら嬉しいと思います。はい、ご覧いただいてありがとうございます。参考になりましたら嬉しいです。皆さんにいいことがありますように。バイバイ。